松坂弘生3月25日から1960年1月5日は、日本の政治家、検事総長、及び太平洋戦争時の司法大臣を歴任した。京都福瀬郡宇治町の地主で、製茶業の家に生まれた。京都二中、東京神田中学校、一高を経て、1910年、東京帝国大学法科を卒業。1912年、検事となる。1927年10月、一般検察実務から独立した、思想問題専従の特別部として、思想専門が、東京地方裁判所検事局に設けられた際には、同局検事正、塩野末彦を次席検事として支え、平田勲思想部長を通じて、3.15 事件、4.16 事件の実質的指揮を取り、思想検事として、思想、言論を対象とした、治安維持法適用に関わった。1941年、検事総長となる。1943年、東条英機の命により、反東条で知られる中野正剛の強引な逮捕に協力したため、中野を自殺に追い込んだ者の一人とも言われている。1944年、小磯内閣の司法大臣となり、1945年、鈴木貫太郎内閣でも、留任、戦時体制下の思想統制を進めた。同年8月15日、貴族院議員に直選された。その間、弟、正文が日中戦争で、また息子、広次が沖縄戦で特攻隊として戦死している。1945年12月、A級戦犯として連合国軍最高司令官より出された第3次逮捕命令により、巣鴨プリズンに収監される。1946年4月1日、貴族院議員を辞職。その後、釈放。公職追放となり、晩年は佐藤栄作の弁護士を務めていた。ありがとうございます。